です。大家周末過得好吗？おしまさ。はい、今日はですね、台湾の大型スーパーに来ています。風すごいわ。今日は台湾の大型スーパーがルンファーに来てます。お土産とか、まあ、普段の買い出しとか、結構スーパー見てるだけでも楽しいので、紹介していきたいと思います。楽しい。まあ、ウェイヤーの準備やみんな。ほら、台湾では旧正月前にウェイヤー忘年会をして、みんな商品とかくじ引きでだったりします。これ何？フライヤー、ノーフライヤー。すごい、こんなんもらったらめっちゃいいよね。油で揚げて9000元やから3万円ぐらい。違う、これ電気鍋って言って、台湾人の家庭には一家庭一つある。大阪人のたこ焼き器みたいな、何でもできる。温めたりとか、なんかよく会社で台湾人の女の子たちが弁当箱その中に出てる。あ、そういうこともできるんだ。これすごい人気。もうすぐ年末年始なので、こういうよく家の前とか家の扉の周りに貼ってます。貼ってるね。すごい服がある。これを貼るときにこう貼ったら服が上から落ちてくる、降りてくるっていう風によく言われてる。大家在洗牌。变成电子骰子。啊，还没接到，还没接到。对 LED 的，然后这个对。然后它现在洗好了，就打开。然后推进去。然后它下去，它就起来了。有拍到吗？トイレットペーパー。台湾のトイレットペーパーは結構シュッて取るタイプのティッシュが多くて、ロールはすごい少ないんですよ。だから売ってるところと売ってないところがあって、再生紙使ってて環境に良さそうやからこれにしようかな。色が全然違う。うまいな。再生紙してみようか。お尻には優しくないかもしれないけど、地球には優しい。これです。このイーメっていうブランドはすごいいいらしい。なんかシュークリームみたいな、パフみたいな。ちょっとお土産で買おうかな。日本に72元1つだから多分250円くらい。もちさんは最近研ぎ石が欲しいらしいです。ただ包丁を研いでるだけの YouTube をひたすら見ています。寝る前の日課。台湾の生活には不可欠な湿気取りです。我が家は常に常備してます。もうね、台湾たまに湿気 70%80% とかになるから、すぐカビが生えるので、例えば靴箱の中とかシンクの下とかクローゼットに常に入れてます。来たばっかの時にスーツをクローゼットの中にかけてたら、1ヶ月でスーツがカビだらけになった。そうスーツ青くなったよ。青い斑点がついてる。インスタントラーメンだけでもめっちゃある。インスタントラーメンはパオニエと言います。台湾のちょっとチキンラーメン的な存在。この王子麺と化学麺っていうのはもうずっと昔からあって結構人気です。お土産にもいいかも。大食い客、大食い客。ヘビーそうな味や。手打ち麺とか尿路麺とか、もし食べる機会がなかった人は買って帰ってもいいかもしれない。けど見たことある、こんなカップヌードル。ウェイザーでカップヌードルです。なんかスパイシーシーフードって書いてるね。シャンラーハイシェンウェイ。カラスミも売ってます。神秘です。これ意外とお土産で買うタイミングないから、こういう時にいいかもしれない。天然ミンチャっていうのは台湾でかなり有名なお茶屋さんなので間違いない。このいっぱいお土産にもいいね。これちょっと見た目もなんかかっこいいし、カバランで好きな。本当やね。これ全部天然メンチャのお茶です。人気なのがリプトン。
そのリプトンのなんかちょっと字が可愛くて 100% 台湾茶1個ずつティーバッグに入ってるから結構便利。こういうウーロン茶とかもちょっとお友達にあげやすいかも。これはバラの緑茶。台湾のお菓子、やっぱりタピオカ入りチョコレートがあります。でスルメイカみたいなんですけど、タラのこの乾燥したおつまみ、これめっちゃ美味しい。 お土産におすすめです。台湾はカバランが有名でいっぱい賞を取ってますけど、1万円ぐらいか。もっと高いのはいっぱいあるよ。すごい有名なウイスキーよね、台湾で。めちゃ美味しい。この赤いのはシェリーカスクって言って、シェリー酒をつけた樽を使ってウイスキーをまた漬け込んで香りを移してる。バルイエイ大人たちが大好きなお酒。これは金門島のガオリャン城で58度もあるから結構きついけど、中国の焙酎に比べると全然飲みやすい、美味しい。消毒液です。パイナップルが当たり前のように売ってます。300円しないぐらい、めっちゃ安い。自分で切らなあかんけど。めっちゃ臭い。臭いな。最高に臭い。これ何かわかりますか？台湾のマコモダケです。日本でも食べれると思うんですけど、結構安い、こっちでは。これ台湾スイレンって言って、ちょっと見た目すごいんですけど、これ切ってお鍋とかに入れて食べます。好き？大好き。え？めっちゃシャキシャキしてて、空心菜とかよりもスイレン炒めの方が好き。らしいね。小腸とか普通に売ってます。豚のぼんちさんの大好きな心臓です。ちょっとなんか黒いプロテスト、サンクスギビングの時にいかがですか？黒いのはウコッケです。ウコッケ、我が家が大好きな。タンユエン、おいしい。これは中にごまのペーストが入ってる。これめちゃくちゃおすすめ。ちょっと謎なんですけど、ミルクピーナッツスープって書いてて、でも台湾人の友達がめっちゃ美味しいって言ってました。甘そう。多分昔からある。アスパラジュースじゃないですか？あ、まあでもそれにぐらいのロングセラーだと思う。こっちもよく見るで、あっちなんちゃらがいい。あ、これな。これもよく見かけるね。コンビニでも普通に売ってる。売ってるね。うん、やばい、めっちゃ太いヘイソンシャーシュー見つけた。これが普通の。全然違う。ベブッチョ、ベブッチョさん。本日購入するのはこれだけです。おまけ。っぽいやつがあるで。我が家のシャオファーにちょっとチュール風のやつを買います。ペットのなんかスーパーマン着せたりとか、あとはちょっとチャイナっぽい服を着せたり、こんなんもできます。ちょっと今まな板迷ってて、木のまな板が欲しくてどっちにしようか迷ってます。あのインスタでも紹介したと思うんですけど、茹でるだけでふわふわのお餅でめっちゃ美味しい。これ本当おすすめ。買おう。え、家にまだストックあるから。買おう。え、ストックあるよ。